柏原駅は兵庫県丹波市柏原町柏原朝松が端にある西日本旅客鉄道福知山線の駅。上空から見た柏原駅市の山口駅を管理駅とする直営駅。丹波市の玄関口であり、市内の駅で唯一特急、コウノ野鳥が全列車とも停車する。当駅の駅舎は1990年に開催された国際下と緑の博覧会において、 会場内アクセス路線として運行されていたドリームエキスプレスの山の駅の駅舎を丹波の森構想に合致するものとして閉幕後に移築したものである。木造2階建てで1階に待合室、レストラン、旅行代理店、売店がある。緑の窓口は2020年に閉鎖され、緑の券売機プラスで対応している。2階は通常開放されていない。 レストランで駅弁、豚飯を販売しており、福知山線では現在唯一の駅弁販売駅である。JR 線上には、当駅と同じ表記で、読みの異なる駅が2つ存在するの柏原駅、柏原駅と東海道本線の柏原駅、柏原駅。そのため、マルス発行の乗車券などでは当駅を、柏原と表記されているほか、愛国家の使用履歴については、 カタカナ表記されている。二面二線の相対式ホームを有する地上駅で列車交換が可能。かつては二線の間に抽選が付設されていた。自動改札機は導入されておらず、2021年3月13日にアイコカなどの交通系 IC カードに対応した。2007年2月には改札内に LED 式の発車表、改札外には、 液晶ディスプレイ式の発車表が設置された。トイレは駅構内改札外に終日利用可能な男女別のものがある。2017年6月から同年10月にかけてリニューアル工事を行い改札外トイレはバリアフリー対応になった。またかつて一番乗り場上と駅前バス停付近にあったトイレは閉鎖、解体された。一番乗り場が上り本線、二番乗り場が 下り本線であるが、一番乗り場が両方向からの入線、出発に対応している。そのため行き違いがない場合は、乗降客が古線橋を渡らずに済むように、原則として上下線とも一番乗り場に停車する。行き違いがある場合は、篠山口、大阪方面の上り列車は一番乗り場、福知山方面下り列車は二番乗り場に停車する。日中は一時間あたり、 篠山口発着の普通と特急、コウノト鳥が一本ずつ停車する。朝晩には、大阪駅発着のタンバロ快速も設定されている。兵庫県統計所によると、2016年度の1日平均乗車人員は816人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。柏原駅前通り北側は国道を挟んで、住宅街が続く。 一方、南側は、田園地帯が中心である。また、駅のすぐ前には、電子手助と、電停基地の銅像が立つ。駅前に、新規グリーンバスの以下の路線が発着している。同バスでは、IC カードのニコパピタパーイコカが使用できる。蒸気路線の一部は、単売量センターを経由する。ありがとうございます。